ボーカルの、いけばな体験教室を行いたいと思います。だいぶお顔を見ると何回か来てる方が多いんで、今日初めての方、それ一人だけ、ああ二人ね、ああね、もうだいぶ何回か来ておられる方もあるそうなんで、まあいけばなというのは、まあ、日本の伝統文化言いますけども、これ本当にもう500年600年続いておりまして、まあ、皆さんもその中の継続におるわけで、これから、まあ、皆さんが続けられたらあと30年と50年とかね、もう600年なのか分かりませんけど、いけばなそれだけの昔からの伝統があるということで、ね、また覚えていただいたら、嬉しいですけども、まあいけばなというのは今日などすぐできるもんじゃないのでね、まあ花を触ること初めての方、まあ、男性の方だったらね、もう花の名前も、いや私も習った時は花の名前も、ね、バラとかカネーションわかる、他は全然わからなかった段階ですので、まあ、それぞれ言うわけでね、だから今日はまあ花の楽しさをね味わっていただいたら一番私も嬉しいです、皆さんも喜んでいただけるんじゃないかと思っていますので、まあ、難しいことはいろいろありますけども、そういうことはなしに、まあとりあえず花を楽しんでいただくということですね。で今日の花材はちょっとあれも元気ないとこもありますけども、これは今日芯にするのが一番やりやすいのはこのクジャクソウですね。これクジャクソウ、これがカーネーションのスプレーカーネーションで、普通はこれがね一輪なんですけれども、これがたくさんついているということでスプレーカーネーションと言います。これはガーベラで、これはゴッドゼファイ、葉っぱですね。だいたいこういうのは葉っぱものは足元を締めるいうことね、日本のは、まあ、昔からの伝統で足元をきれいにするというのは着物でもそうですね、きれいに揃えます。日本には大体足元を揃えることが大事なんで、そういうこともから来てるんだと思うんですけど、ということでこれは足元をきれいに、これで揃えてあるということがいけばなの特徴ですので、ね、それを覚えていただいたら結構だと思います。まあ抜け方は皆さんも自分の思いより楽しんでいただいたら結構でございます。花は必ず水切りをするということね。だから大体の長さを適当に自分で決められて、こう切ってからこう切った方がいい。初めからこんなで切ったら非常に切りにくいのでね、だからある程度切られて、それからちょっと追加にこうして水切りしてやるということね。でこの使い方もね、例えば、まあ、これでも2つには分けられますのでね、この場合だったらこの辺で切って、あとこの下を使うということね、そういうことにすれば花数が増えますのでね、そういうことをしていただいたら、またそれじゃあもう早速行きたいと思いますので、もう一回ちょっと水切りしておきます。それで花というのはだいたい真ん中付近にしとく、こういう、まあ、こう立ってもいいんですけどね、花立日本の生け花ではだいたいちょっと前かげにね、こう斜めに入れるのが一番いいんですけど、まあちょっと前かげになるように、でこの花がこっちはもう太陽に当たったけど、こっちを傾いてるのこっちに太陽当たってこう挨拶するわけね。だからこれをその向きに合わせてやっていただくと。で次はこれ高くしてもいいんですけども、それだこれ2つに分けるんであれば、ここでこうしてもいいですね。だいたい日本のいけばなというのは不等辺三角形ですので、だいたいこう先を三角形に持ってくるということを考えれば花がうまく入るようになってます。これは誰が考えたかそういう場合合理的になってます。こうしても結構ですし、逆にこうして持ってきてもいい、これ奥行きが出ますので、ね、そういう生け方もありますね。でこう見てこれをなら、
そこに奥入れてあれば、こう非常に大きな空間ができますよね。こういうね。で、この中にこの花を入れてあって、そして色と形のバランスを取っていくわけですね。だからまあバランスというのは皆さん個性がありますので、まあ、私とまたね皆さん違うと思うので、それはそれでまたね非常に新しい表現ができますので、そこが花の面白いところでね。で、先ほどもちょっと1回目の方が言ったように、花を一輪触るとね、もう花がガラッと変わってしまう。それは花の面白いところで、それによっても花が良くなったり悪くなったりじゃないです。まあまあ違ったりしますので、そこが面白いところなんで、それまあ体現されたら花の面白さが分かってくるのではないかと思いますね。これはまあどちらでもいいです。副題ですのでね、どちらでは次入れてもいい。私カーネーションを入れて、まあカーネーションもここで切るとこれまあもう一つ石で使えますのでね。これもちょっとここ花のあれが非常に偏ってますので、もうこの辺で切ります。まあ2つ分けられた、2つ分けた方が花がたくさんありますんで、またでこれもこうまっすぐ切るんじゃなくて、ちょっとこう斜めにしてあるということがいいね。なんでもないことだけど、これでだってこう振るのとまた感じが違うと、ね。その方ちょっと見る、こう来るのとこう来るのとまた全然、ね、表情が変わりますので、次ガーベラね。ガーベラもね、これ、まあ、ちょっと、ね、非常に弱いんで、あんまり長く切るとあんまり多分持たないと思うんで、できるだけ短くてもいいと思います。これちょっと低いですけどね、これはあるとないとでは全然出来上がった段階で違ってきますので、ここにあるということはね、隠れてますけど、まあ、全然隠れてはないんですけど、そういうことをすると花の面白さが出てきますね。それから先ほど言ったゴッドデファーで足元を締めてやる。これもね、今以来にこう使うと、またこれも使えますのでね。まあこれたくさんついてますのでね、あれ。まあこれも。で、基本的にはだいたいこういう。まあ、角度で言えば大体90度ぐらいこうやると穴の感じが非常に締まって、下がね締まりますのでね。であとは後ろでもいいですね。まあこれ高くするとこれにするとこれです。まあ、これも大体三角形ね、こう後ろにこう持っていくんですよね。でここはちょっとあれだと、ここちょっと入れてやると空間が埋まってくるということで、こういうこれもあるともないと全然違ってきますので、これもちょっとなんか分からんような感じしますけど、これあるとないと違いますので、それまたいろいろ経験していただいたら、
はい、そういうことですので入れてみてください。ただあの先生ももう一人おられますのでいろいろ指導していただきますので、あ、私あの方へと申し遅れました。私は茅村先生です。ああ、こっち、あれはこれを、これを、まあ、下切っても結構ですね。それをまた使っていただいても、これで、太陽がこっちあたり、これが前になりますね。日が当たってればこうなりますね。だから、こうですね、これ逆なんです。これがね、うん。これを、こっちの方ね、これを主にした。あ、いいですよ。別にカーネーションから行ってもいいですよ。もう好きになってもらっていいです。それでまとめたらいいです。カーネーションから行ってもよろしいよ。やってはったん、ちょっとやってはったんだよ。え？ああ、まあ、ちょっとかじってあるわね。大体三角形に組んだ方が行きやすいことです。大きいからこう来るとね、目がどこっち来たら関係になる。大胆な構図でよろしい。大胆な構図で。そんな奥ああ高さ調整してるわけ。ああ奥から入れはるんかな思った。こういうとこう三角形作るかこう三角形作るかね。まあガーベラあんまり高くない方が長持ちすると思うんです。高く入れたらあんまり長く入れられないの。これええんやけど、これ、ね、これ多分これだもうすぐ枯れてしまうと思うんで、できるだけ短い方がね。それちょっと垂れてしまってるね。これを入れ替えはってやるしは。これ後ろから持ってきたら、こうなるけどね。こう前持ってきたらこれだとする。これを入れ替えて。ちょっと。まっすぐ並んで、ちょっと斜めにね。ちょっとこっちだ、ね。そっちがどっちか。うん。いやいや。これ、うん、うん。これを、こっちの方が、まあ、無難は無難ですけど。まあ、男性が思い切っていろんな、やってくれていいです。いろ早いね。いろ早い。そうそう、これで大きな空間を作るからね。はい。ええじゃん、それで。ねえ。これ、ちょっとあれやけど、こう持ってきたって言うんですよ。お兄ちゃんもそれなりに固まってきましたね。いいよ。そこ使いたいです。ちょっとねえ、誰でもわかんねえ。これほんならね、これもうちょっと下げはったらいいぞ、このぐらいに。これバーベラ、これは下げはったら。バランスで。どこが大丈夫ですかね。ねいやいや、いいと思いますよ。ね、これ葉っぱをね、まあ、先ほど言ったように、こうしたら、内側にもこうしたらもうだいぶ感じがまたこれでも感じが違ってくる。これだね、足元きれいにするね。いやこの足元をこうねいろいろ刺した後のねあれをね
これで隠すわけね、この、この、これでね。で、行きます、これで。どうですか？こういうね、これをもうちょっとこっちが間違ってる。これとも全然違ってる。足元が閉まってる。これじゃここ合うでしょ、もうすぐ空間が。ここはね。これを。こうして、こう、これ、これ、これで結構ですからね。こういうふうにしたら、これでも、これでちょっと違ってくる。うん。うん。うん。そういうことです。はい、結構です。どうなんですか？どうなんですか？え？ああ、これ AT ね、入ってますよね。これちょっと花やってはって。ちょっとこちゃくちゃ。これちょっとこれがね、くちゃくそがちょっと多いけど、まあまあ、花の仕込みいいですよ。はい、結構です。僕やったらもっとガーベラ使うけど、それはもう、そろそろ好みやから。これもう僕やとこれをこう引くしはったらもうよ、ね、これをね押したらこう押したらだいぶやめてる。まあちょっと言い返したらいいけど、まあそこは本人のね、好みもあるから僕とまた違うから感覚が。まあ何もそう、ね、安定感出るよね、花にバランスよく安定感。あ、そう、みんなドアベラ短い方が長持ちするからちょっと悩んでますか。あ、弱いんやね、ちょっと。だから後ろからそうや、ね、とりあえずちょっと短く切ってこうかね、ちょっと短くして。ギリギリで、もう短く使った。え、2本やってるんだ。あ、2本やってるんだ。これちょっと短く。え？ああ、それでいいです。それはそうです。だまあ、思い切って少し行きはんのかな。これの使い方もよろしいですか？うん、うん。はい、はい。はい、だと。ここの空間がね、うん、そうそう、うん、なかなかセンスあります。彼女も上手になると。僕らが男やから。行きました。いや、どうぞ。これをね、じゃあこれを。これも切られたら。足元きれいに。これをこっち側に。
ね、はい。この足元がこれで葉っぱで切り、あ、それ入れたらで入れてでいいよ。あ、そうそう。なるとこ、そうそう、そう入れて。うん。そう、はい、はい、はい。そうそうでいい。はい。